ありがとうございます。今日の9レースでデビューを果たしました。デビュー戦を終えての今の感想をお聞かせください。まだまだ課題がたくさんあって、自分の思い通りの騎乗ができなかったので、今後のレースを経験で積み重ねて改善していきたいです。今日デビュー戦を終わって先輩ジョッキーの方々から何かお声掛けはあったんですか？レース中焦ってしまって、自分の納得いくようなことができていなかったので、焦らないようにアドバイスをいただきました。目標にしているジョッキーを教えてください。兄弟子である庄司大輔騎手です。どんなジョッキーになりたいですか？兄弟子の庄司大輔騎手のように謙虚な騎手になりたいです。今日はたくさんのファンの方、ご家族でしょうか、お友達でしょうか、たくさん声援も送られてました。ファンの皆さんにメッセージをお願いします。これからも一生懸命頑張っていくので応援よろしくお願いします。所蛍騎手にお話を伺います。